今グレアシールドのところ筆で塗ってます。これぐらいのサイズならばムラもそんなに出ないんで、まあ見ての通り非常にちょっと 薄めすぎたかも。ドボドボドボっと芯が入っちゃったんで、まあ薄い方がねムラにはなりにくいんですけどね。じゃあ2回目何色だこれは。艶消し黒だけどちょっと赤っぽくしましたね。茶色っぽくしましたね。完全にというかこう覗き込まないと見えないあれなんで、神経質な塗り方をしないと。ただ白がね残ってても気持ち悪いんで、まあ、この段階でこの程度塗れてればいいんじゃないですかね。ちょっとズームインできるのかなこれ。今ねピントはやっぱ厳しいな。これぐらいかな。マニュアルで固定にしたんでね、フレームアウトしたらごめんなさい。なんで、これがまあ感じになるんですよ。見えないかな。こういう感じに覗くとこういう感じですね。それで、まあ、この前脚とか、まあ、この辺のこまごましたパーツですね。これは塗装後に取り付けるんで、ここはすっ飛ばします。で問題はこの足ですね。足というか主翼って書いてあるけど、ロボットになった時に足になるところ、すねの部分、組み立てなんですけど、このスラストベクター、違う、なんだっけ、ベクターノズル、なんだっけ、まあ、昨日塗ったこれですね。これを仕込まないといけない。塗装前にこう仕込んで、まあ、ちょっとざっと刈り込んじゃうと、でまあぶっちゃけ、まあ、このファンとか収まるんですけどね。ファンとあとはこの着手のこがこう収まって、でまあこれ貼り付けると、そうするとこいつのマスキングをしないと当然いけないわけですね。どうするかな。見えるところだけ白を塗るからね、中に白を入れたくないんですよ。なんか詰め物するか、詰め物してうまくできるかな。足回りのというか、あれ？そうですね、主脚、前脚主脚なんですけど、まあタイヤ以外、組み立てちゃっ
で、塗装の方に回したいと思います。これ今何番取った？あれ9部品、どれだ？まあ、組み立てるといっても、結局ね、白いパーツなんで、一回黒にしたいんですよ。F14 と同じですね、やることは。一回黒く塗って、それから白にまた塗り替えていくという手間です。そうすると、重量感が全然違うんで、やっぱりね、アニメとはいえおもちゃおもちゃはさせたくないですから、かといってこんな細かいパーツサフェさん塗ってたのなんなんで、難しいなこれ。ちいちちっせー、あ、折れた。折れるかな、これ。今折れたのはね、くっつけちゃってそこで固定しちゃえばいいのかな。ゲートを取るだけで、ゲート処理をやるだけで壊れるという。どうしようかな。押し出しピン跡がある。押し出しピン跡を処理してからパーツくっつけますか。まあ、この試着中に、試着中とかの前脚中の方に、なんだ、三角のやつ。これの、この部分。この部分ですね。これをくっつけるんで、まず、押し出しピン跡を消します。で、押し出しピン跡の消し方なんですけど、複数やり方がありまして、複数って、あと前乗っけたっけ、ここで忘れちゃったな。もう一回改めて乗せますと、まあ瞬間接着剤でもいいんですけど、削るのが大変なん で瞬間接着剤のとこだけ削るっていうのは不可能。このパーツの方が柔らかいんで、どん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 削れていきます。そうすると瞬間接着剤を柔らかくすればいいということで、まあこういったタミヤのイージーサンディング、これでもいいですし、僕がやってるのは、まあイージーサンディング高いんでね、いちいちだから、あれです、瞬間接着剤にパテを混ぜます。でもう100均の普通のタイヤ跡のこいつでいいんで、でこういう細かいちょこ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 したやつは、この方法ついてますね。でパテの方は普通にラッカーパテ、タミヤのホワイトラッカーパテです。違った、ミスターホビーだった、ごめんなさい、タミヤさん、ごめんなさいごめんなさい、クレオスさん。で、メインにするのはやっぱり瞬間接着剤のやつよ。で、瞬間接着剤が白く濁る程度まで混ぜたら、
出しピンとくる、これはいいや。これの押し出しピンか。こう違う、なんか部品接着するとこだ。でパテを多めにすれば、効果が効果時間調整もできますし、で、硬さも調整ができる。ただしあんまりパテが多いと引けます。引けが大きいです。でパテが多すぎると効果に時間もかかります。その時間の加減がね難しいかも。未だ僕つかめないでいます。でちなみにこれ、これ効くんですよ。あ、これもパテが多すぎると多分ダメでしょうね。瞬間効果が効くんでパチパチになっちゃいます。どうだ、これは接着、普通に接着じゃないかな。位置決めが難しいかも。で折れたところに瞬間接着剤の方がいいかもしれないです。うちの調整をしながらなんで、くっつけるだけの寸前の状態にしてそこで色上げした方がいいのかなと。ここに瞬間接着剤か。とりあえずなんだ、細々したものの塗装、塗装といっても下塗りですけどね。メタル系の色、メタル系の色って大してないんですけど、まあエンジン関係、あとは足回りのサスペンションのところもシルバーで塗りたいんで、ただこのこれですか。その部分の下塗りの黒を、ツヤありの黒をガーッと拭いていこうと思います。あっ、あれ？やばい。で足回りはな、部品が例えばこいつならば5つの部品で構成されてるんですけど、脚収納庫があるじゃないですか。でその脚収納庫にこれを置いて角度を出して、ここ瞬間接着剤でくっつけてあるんで、そうすれば後でね塗り上がった時に一番最後になると思うんですけど、機体の方にくっつけるのは。それ後々楽ができるんで。でとりあえずツヤありの黒、ツヤ消しの黒は後でいいな。機体の方もどっちみち一旦黒で塗るんで、これも後でいいや。それからこれも後でいい。メタル系だけいけばいいか。このとこだね。じゃ、つやりの黒を拭いていきます。
どうしようかな。とりあえずもうこれはつやあってもいいや。アクチュエーターとかのオレオとかの部分のみシルバーなんですけど、やっぱりパーツに重みを与えたいんで、本当はあの白の下塗りに艶消しの黒の方がいいんですけど、まあ、めんどくさいから艶ありの黒でいっちゃいます。でこのエンジンノズルの中は後で艶消し黒の中に筆で塗りますんで、これがインテークのシャッターですね。多分ねこれ実際原容器なんかだったらインテーク弁って言って可変式の空気の流量を調整する板なんですけど、なんかアニメでは確かバルキュリーになった時にこの穴を塞ぐような蓋のシャッターの役目だったような記憶があるんですけど、記憶違いかな、ちょっと覚えてないな。もうこれって何なのなんだっけ、これ機関砲かなんかじゃなかったっけ、アンテナなんだっけ、覚えてねえや。機関砲確かビーム、まあ一応ノズル先端穴開けました。ピンバイスで見えないでしょうね。ピンバイスで穴開けました、まあ、こんな感じでシルバー系のせました。まあこの足回りのアクチュエーターとかオレオとか動く部分ですね。あとはファンブレード、ちょっと光りすぎかもしれない。で、あと、重心の方は軽くシルバーを拭いてメタルっぽさをちょっと出してみたのと。排気口は、エッジの部分に軽くシルバーが乗る程度の感じに、こっちのちっちゃいのも同じような感じにしました。あとは、インテークシャッターはちょっと凝った塗装にしてみましたね。まあ、そんな感じです。で、まあ今こまごましたの塗った、まあ、本来の目的っていうのがこのパーツなんですよね。で、まずこの足の部分を組んで合わせ目を消したいんで、それで、はい、そのことをこういう細かいのを全部塗っちゃおうというパターンです。で、向きがあるよな。これだ、こっちだ。怪しいんだよな。
この部品なんですけれども、なんだよここってのがあるんだけども、これね、ここ絶対これ隠れそうな感じなんですけど、隠れないんですよ、露出するんですよ、意味わかんない、こういうことらしいです、こういうことで、ここ段差がひどくて、でこのドア自体もこう斜めになっちゃう、もんかな。あとはもうそれに合わせ目消しをして、これがいいか、これも怪しいなぁ、飲もうかな、こっちも同じですよね、だから、いやー久しぶりに何か映画借りてこようかな、ずっと見てねえなー、何以来見てないだろう、アベンジャーズのあれだね前のやつだね、だいぶ見てないね、結局ゴジラも見に行けなかったっす、タイミングがどうにもこうにも合わなくて、じゃあこれ合わせ目消しをイージースタンディング使ってみようかな、どうしたら、でイージースタンディングどこに近く、これもしかしてスス一回ヤスリで調子見た方がいいのかな、なんかこの、一回ヤスリで調子見てかけた方がいいのか、いやでもこれはもうイージーサンディングっていうよりも、これ組みにくい、これそうしたとこ絶対に傷つくじゃん、イ
1スタンディングどころじゃない、これ縦必要だ。段差が。いや、イージーサンディングどころじゃないです、これは。ポリパテが必要です。ポリパテがいる、でかい。段差がある。段差の試験もありますね。じゃあポリパテで処理します。